皆さんこんにちは、ドラム講師の片平です。今日はルーディメンタルチャレンジのナイスロークロール最終日、2日目やっていきます。5日目ダイヤモンドなんですけれども、ダイヤモンドまでやってきました。テンポが280から310というかなり鬼なテンポです。それをね、頑張ってやっていきたい。で、テンポは280と209、あれ280、295、で310の3段階をやっていきたいなと思います。頑張ってクリアしたい。じゃあやっていきましょう。はい、ということでどうでしょうか。すいません、クリアということにさせてください。ナインストロークロールは勝手ながらクリアということにさせていただきたいなと思います。でもセブンとかに比べたら、まあ、ロールの練習を最近力入れてやってるせいか、だいぶこうスムーズにより楽にできるようになったなっていう印象はあります。で、まだしばらくこの先ロールが続くので、ロールの練習を重ねつつ、もっと余裕を持って速いテンポでロールができるようになれるよう頑張りたいなと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。ナインストローク、また来週はね、力ルーディメンツ一緒に頑張っていきましょう。ではまた来週お会いしましょう。バイバイ。